や、目が本当に目悪くなって、数字が見えないもん。シャッターの距離これ誰だ。スタートするときに完全に開けてください。完全に人が滑り切ってからそこをスタートしてもらっていいですか。もう肩は全員測れない。もうこうなると。なんか下がっちゃったのかな。いや、ほんとフィニッシュってなったんで、勝手になんか静電気じゃないけど、勝手になんか。ここで遅いから。本当にもう、ほんとに普段、みんなが多すぎて。大会できないですよ。いや、僕自分でやんないで。ちょっと今体つぶしすぎたかもしれないです。はい。いや、DNF ってなってたんで、下が勝手に作動しちゃったんで。フロントフィニッシュって押さないと DNF にならないんで。で、僕らは全然この距離だから押してないんですよ。スタートがやっぱ、グラウンドでこう、行っちゃうんで。レンチンとかも使ってしまって。ああ今押したこれでじゃない、これで元に戻ったような気がする。割と押さなかったんだよ。逆にちょこれでいったような気がするんですけど、逆にこれで食べる。もう前押しにって次持ってくるの忘れただけでこれであ、でも大丈夫です。これで大丈夫です。いや、すごいいい動きしてますよ。あ、そうですか。ちょっと体後ろなのでもったいない。はい。スルーゲート。追いついちゃうな。グラグラになって何かやってるうちに何か押しちゃったんじゃないですか。説明ないでしょ。いや、こうやってたら体も髪が持ってくる。こうやってこのままこうじゃなくて、せっかく早くから速いって言ったら速いって言ったら、横に押したらダメだよ。横に押すとタイム絶対出ないから、体の下でレジンをしっかり捉えていかないと。それで前に向かないと、ずっとこないと、タイムどんなにスキー触らない、どんなにスキー触らない。花に負けてない。花に負けた。
やんないと早く、今やんないと、その滑りをあと5年やったらもう選手終わっちゃう。だから必ず方向決めていきな、絶対まっすぐ行かないで、方向を決めて、溝を狙って、方向を決めて、あんたやってくるからね、あれじゃん。またそれ最後に長い。これ瀬戸出して2本、まあ、1本目か、まあ、俺次来ないな。でもはるかも外径取れるようにはなってきましたよね。まあまだ小学生の滑りだよね。右ターン、左ターンはまあまあ右ターン、まあ、体型ちゃんと飛んだ。レンナには勝ったけど、え勝った勝ったような気がするけど、レンナってお前小学校何年してたの。レンナに勝ったけど、まっすぐ狙うとさっきと結構全然違いますから、まっすぐ行っちゃうともうだん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 遅れて入れなくなっちゃう。必ずターンの前半にしっかりトライして方向を決めていく、それがこのセットの最大な。さっきのとは容量が違う。あのポジションですね。まあ結果穴がポジション回すからね。でもや後ろで滑ってるからさ、この緩斜面でさえ相当リスク高いよ。急斜面したらもう酸素器止めたね。つま先がシッキリテールのしなりだけです。そういう滑りあるけど全然気合ってない。テールでさ、なんかこうやって持ってるやつ。99。99。99。99。
らどっちが楽だか、どっちがリスクだか。ちょっと弱いよ、もっと自分から働きかけてて一回やってみてくださ、はい、大概点の突き入ったら全然追いつかないよ。あのワンキラさんを振ったり、この姿勢しっかり振ったり、パワーフル。もう全然最後だよ。最後はね。いいね。遅れたな。頑張って。じゃあ諦めるんです。